ははいどうもこんばんば今日はねこれこれからの季節ねキャンプとかで大活躍しそうなポータタブルランタンをご紹介したいいと思いますここに「パワー」って書いてありますけどこれねポータブルランタンでありながらモバイルバッテリー機能もあるみたいなので今日はちょっとねこれどんな感じのものなのかねご紹介したいと思いますじゃあね早速ですけどちょっと開封していきましょうか はいじゃあペリペリ剥がしていきますはいじゃあ開けますはいーおお思ってたよりもちっちゃいもうちょっと大きいイメージだったけどあかっこいいこの色かっこいいよねこの黄色の色ねこれかっこいいなモバイルバッテリーでありながらどうやらここがライトみたいになってるとまあそんな感じの商品ですね で中身は、えー、説明書日本語の取説がついてますねはいそれとこれはタイプ C ですねああんか久々に見た今時のタイプ C ちょっとね最近紹介してるねレビュー品で結構マイクロ USB ばっかり見てきたので久しぶりにタイプ C の気持ちいい楽しみましたねそれとカラビナがついてます はい、箱の中身こんな感じですね。本体と充電ケーブルあとカラビナと説明書と、まあ、シンプルなこんな感じですね。でカラビナはおそらくここにねこんな感じで引っ掛けて使ってくださいよっていうことだと思います。はい、こんな感じでね吊り下げて持ち歩いてもいいし、まあ、当然これアウトドアで使うことを想定しているのでこのままねキャンプに持ってって。 どっかに引っ掛けておくとそんな感じの使い方ができるんじゃないかなと思います本体はあの表面がこの白ですねおそらくここが LED ランタンになっているんだと思います上に端子類がありますねアウトとインプットっていう端子があるのかなこれはいあ,あまあここがねあの給電するためのポートかなタイプ A のの端子の方が アウトってて書いてありますね。で y p e C の端子がアウトとインって両方書いてあるので電源のね供給はこれどっちからもできるみたいですねで充電する時は t y p e C でやるとなのでこれまあ汎用性すごい高いですよね結構頑丈なキャップがついているので、まあ、防水仕様でそのままキャンプで持ち運んで雨の中でも使っても良さそうなそんな感じのものですねこの周りね、四隅が ちょっとラバーっぽいっていうかねゴムみたいになっているのでかなり丈夫そうですねこのまま落としても全然大丈夫そうな感じのなんか若干ゴムになっているそんな感じですね電源ボタンがここにありますねで裏面はこれ黄色ですごいかっこいいですよね個人的な意見ですけどこの色は結構好きですあのすごい明るい黄色ですごい目立ちますね結構好きだなこれはい電源ボタンを押すことで この4つの LED がついてまあ電池残量が分かるとこれも地味にありがたい機能ですよねこれ見たらあの今開封したばっかりなんですけどもうフル充電状態かなそんな感じだと思いますこの電源ボタンを長押しすることでライトがつくとじゃあちょっと押してみますねおお結構眩しい 結構眩しいよこれでもう一回押しますねおもう一回押すとさらに眩しくなったこれねかなり明るいですねうわすごいなあこれすごいめちゃくちゃいいかもしれないキャンプとかでこれ本当にこうやって置いといて明かり代わりにねライト代わりにこうやって置いとくっていう使い方もいいかもしれないまさのランタンとしての使い道ですよね すごい丈夫そうな感じなのでキャンプとか行った時に子供とかをそのまま持たせてねそのままトイレとか行かせてもなんか大丈夫そうな感じですねでもう一回押すとあこんな感じでねこういった商品特有ですけど SOS ライト的なねこんな感じの機能は必ずついてますよねでもう一回押すとあ最初のモードに戻るとモードは3パターンですね このちょっと暗めな LED ともう一回押すと明るくなる LED ともう一回押すとこの SOS 的なね SOS モードみたいな感じ、はい、こんな感じになるみたいですねで押しっぽなしにすると消えるとで地味にこれ立つんですよねこうやってね周りがゴムみたいな感じでちょっとラバーっぽいので滑らないんですよねこうね滑らないで結構ちゃんと立つので こうやってテーブルの片隅とかに置いといてこうやってライトにしてまあ夜ねなんかご飯食べる時とかにこうやってねライトにして置いといてもいいし、まあ、テントの中でそのままこうやってポンと置いても明かり取りになるしまあ吊り下げてもこんな感じでね使ってもいいともともと本来の使い方はモバイルバッテリーとしても使えるので、まあ、ここを開けてねケーブルはねあの持ってかなきゃいけないんですけど、まあ、ケーブルを挿すことで 例えば付属してるケーブルですね。充電のアダプターはないんですけどまあなんかねあの今時みんな充電器持ってますよねどんなもんでもいいのでこれ繋いだ状態でタイプ C ポートでこのまま充電することができるっていうのとあとはこのケーブルをそのままねこのタイプ A ポートに挿して別なものの、ね、給電に使えると、まあ、タイプ C でこう挿してもいいしケーブルはねタイプ C しか付いてないですけど その他にもね、例えばライトニングとかマイクロ USB とかねどんな形でもいいので USB で出せるものだったら全部充電することができるとこれのさらにすごいとことしてこれ急速充電対応してるんですよこれあ、まあ、ここに書いてありましたね USB のタイプ A のところで 5V3A9V2A12V1.5A と。 こっち側のタイプ A ポートで 18W の給電が可能となってるみたいですね。で、タイプ C のポートで 18W の充電もできると。まあ、充電も給電も 18W でできるので、まあ、俗に言う急速充電器みたいな形で使うことができると。まあ、普通のね、僕が持ってるようなモバイルバッテリーだと、最近のスマートフォンだと充電が遅いんですよね。 なんですけど、これ 18W で充電できるのでかなり早い充電ができると、まあ、例えばねこれピクセル5ですけどこれバッテリーが確か 4000mAh ぐらいあって結構充電時間かかるんですけど、まあ、こういう 18W の急速充電器を使うことで、まあ、これ1時間かかんないぐらいでもうフル充電できてしまうとただねちょっと1点だけ気になるのはまあこれモバイルバッテリーなんですけど まあ容量が1万 mAh ですね。1万 50mAh で 3.6V なので 36.18Wh っていうことですよね。モバイルバッテリーはみんなそうだと思うんですけど大体ね6分けなんですよ容量はね。なので、まあ、1万 mAh ですけど実際にはこれ 6,000mAh ぐらいの容量しかないんじゃないかなと。まあ、ちゃんと測ったわけじゃないですけどそのぐらいの容量で考えておいた方がいいと。 なのでこのピクセル5でいうと1.5回分ぐらいの充電しかできないっていうことですよね。いうことですよね。機能的にはこの LED のライトとこっち側に、ね、給電するね充電するためのモバイルバッテリーとしての機能がありますけど両者はね相反する機能なのでどっちかで使うと。例えばこれをキャンプに持ってって一晩使おうと思ったら、まあ、ライトとして使うんだったらもうライトとして割り切って使っちゃうと。 モバイルバッテリーとして使いたいんだったらモバイルバッテリーとして使ってライトはまあ時々ね補助的な感じで使う程度にとどめておくとそんな感じの使い方をすることでこれ一晩ぐらいだったら全然使えると思うのでそんな感じで使うといいかもしれないですね。はい、ということでいかがだったでしょうか今日はねこの急速充電ができるモバイルバッテリーでおしゃれで丈夫でねさらに LED ライトにもなるっていうね これからキャンプシーズン到来ですけどそのキャンプにもってこいのねミニランタン兼モバイルバッテリーということでご紹介してみましたこのチャンネルではねこういう面白いガジェットなんかをだいたい3日に1本ぐらいのペースで紹介してますので興味のある方は是非ねチャンネル登録もよろしくお願いしますそれではまたお願いします